新型コロナウイルスの影響で1年延期された東京オリンピックの聖火リレーが今日福島県からスタートしました。今トーチに聖火が点火されました。聖火リレーの出発式は福島県の原発事故の際に収束作業の拠点となった J ビレッジで行われました。これから121日間かけて日本列島を巡り、およそ1万人のランナーが聖火をつなぎます。一部の自治体からは中止や縮小を求める声も上がる中、組織委員会は沿道の観客には密集回避やマスクの着用、声は出さずに拍手での応援など新型コロナ対策を呼びかけています。また過度な密集が発生した場合はその場所での走行取りやめも検討しています。